アフロジャックは、オランダ南ホラント州、スパイケニッセ出身の DJ、音楽プロデューサー。LDH ヨーロッパ BVCEO。オランダの港湾都市ロッテルダムの郊外にある、南ホラント州スパイケニッセで生まれ育った。彼は5歳の時からピアノを弾き始め、早期から様々な音楽に触れる。11歳の頃、フルーティーループスに出会い。 自らの再感と情熱を音楽創作に注ぎ込み、没頭。学業を終えた、彼は本格的に音楽的キャリアを追求することを決意する。はじめ生計を立てるためパートタイムでバーやレストランにて、そしてまた、16歳の頃、ロッテルダムにあるクラブ、ラスパルマスで働く。2006年、ギリシャのクレタ島に移り、様々なクラブで約5ヶ月もの時を過ごす。 2007年に自らのレーベル、ウォールレコーディングスを設立。2010年、オランダのシンガーソングライター、エヴァ・シモンズをフィーチャーした楽曲、テイクオーバー・コントロールで世に頭角を表し、多くの諸国のチャートに現出する。7月にデビッド・ゲッタと共作したシングル、ラウダーザン・ワーズを、翌2011年8月、ルナオにそれぞれリリースする。同年に発売された、 米国ラッパー、ピットブルの全米チャート第1位のシングル、Give Me Everything をプロデュースかつにいいよ、並びにね、イヤーと共にフィーチャリングした。また、米国歌手、ビヨンセのシングル、ランザールド・ n ワ the World をニックバンでウォール名義で手掛ける。2013年に発表された楽曲、a ズ・ユア・フ a r ド Friend で、米国歌手、クリス・ブラウンをフィーチャー。英国の DJ マガジンによる世界のトップ 100DJs のリストで、2010年に19位、2011年は7位、2012年と2013年には2年連続で9位に選出された。2015年には3代目、JSoul Brothers From Exile Tribe のシングル、Summer Madness ママを提供。同年の、第48回日本優先大賞受賞曲、第66回 NHK。 紅白歌合戦歌小学局に選ばれた。2016年 LDH とマネージメント契約をしたことを発表。ありがとうございます。